はい、皆さんこんにちは、ワナルグリュウジです。では今回は提督の決断法パープキット日本プレイですね。史実では1941年日米開戦ですが、1939年2年早く開戦するということでプレイの方を始めています。どうしてもいつもの癖で信長の予防って言いそうになってしまうんですが、提督の決断です。では早速続きをプレイしていきたいんですが、まずですねちょっと今後の状況を考えておきたいんですが、まず対イギリス方面ということで東南アジアの戦線なんですけども、第1第2第3の艦隊、これはですね今レイテを攻略し終わった艦隊になるんですけども、この主力艦隊ですね第1第2第3、これはこの後マラッカつまりシンガポールへ進攻をかけていきます。で、注意しなきゃいけないのが対アメリカということで、その防衛ラインを小笠原、マリアナ、トラックと、この3つで防衛ラインを設定していきたいというふうに思っています。で、マラッカ、シンガポールに進攻した第1、第2、第3艦隊は、その後は、オーストラリアを目指してジャワからセレベス、入っていくという、動きをしていきたいので、どうしても対アメリカ軍用の兵力が不足するかなというところで、ここはですね、航空戦力で補おうというふうに思っています。一応小笠原沖とかはもうここが落ちると日本本土に攻撃を仕掛けられてしまうので、厚めに防御力は敷いてはいるんですけども、ここもまずは航空戦力を増強していきます。小笠原の航空戦力です。で、第一飛行場にある97式の飛行艇ですね、9号式の飛行艇の方はこの後も破棄をしていくので、まずここで配備していきたいのが97式の陸上攻撃機、これ直縁に回しておくのはもったいないので9号式の艦船に変えていきます。で、代わりに9号式の陸攻に変えていきましょう。これが相当数配備、もっと配備できるはずなので雷撃機ですね。これでいきましょうか。九六式の立攻は予備が10機あるんで、これ20機体制に変えていきましょう。これで小笠原を防衛していきます。小笠原は他に艦隊も入っているので、まあ、防衛できるかなというところですね。で、トラック沖も3個艦隊48隻体制になっているので、まあ、防衛はできるかなと思うんですが、一応増強は仕掛けていきましょう。救難式の飛行艇、これ偵察機ですね、数を増やしていきます。一刻も早く敵を見つけてこれを撃破するという意味での増強です。96式の立候か、これ97式の観光にちょっと変えちゃいましょう。で、代わりにですね一番手薄になるであろうマリアナ沖、ここを航空機を大幅に増強していかなきゃいけないので増強していきます。96式の艦船、これ未配備を増やして、96式の艦船か、護衛機もこれ96式の艦船に増強をかけていきましょう。数が少なすぎる。96式の立候ですね、これをマックスまで増やして雷撃機を救難式の艦攻に変えていきます。そうすると96式の立候をさらに配備数を5機増やせるので、これでだいぶマシになったんじゃないかな。で、さらにマーシャル沖ですね、ここに配備している輸送船、これはもう引き上げましょう。で、ここに配備している航空機、これも引き上げます。なのでさらに増強をかけられるかなというところなんですけど、ますます持って航空機必要になってくるので、ここで回収した航空戦力は一旦温存にします。温存します。もうマーシャル沖は一旦捨てですね。で、
0.2輸送船を配備済みだな。前回最後配備しましたね。で、あとはですね、航空機。いらないものを捨てていきましょう。9号式の水艇、これ70機全部廃棄しましょう。で、代わりにですね、生産をしていきます。結局、マックスで持てる航空機の数が決められちゃってるんで、ここをなんとかしていかなきゃいけないかなというところですね。で、お金とアルミを確保していきますというところになります。で、スパイはマラッカか、どうかな。もうちょっとスパイレベル上げたいですけどね。では、これで一旦まずは進めましょう。で、大本営からの指示で次回の目標をどこに設定するかなんですが、セレベス、中部、太平洋、アリューシャン、どこも微妙だけど、まあセレベスにしておきましょう。で、多少鉄が入ってくるので、この鉄を使って空母1隻作っておきましょうか。5000で作れる空母、鉄ですね。5411というのが今持ってる鉄なので、この鉄で作れる空母。加賀、赤城はちょっと作れないか。松鶴は結局、どうしても欲しいのが航空機の搭載数なんですよね、現状では。なので、ここでもう一隻作りましょう。ただ松鶴型今4隻建造中か。ここにさらにもう一隻増強はきついよなぁ。となると潜水艦になりますね。潜水艦にする。本当は空母が欲しいんですけどね。まあ正直言って空母はあればあるだけ助かると。しかも後半になると大量の空母が必要になってくるんで、作れる時に空母を作っておきたいんですけど、今空母1隻作るんだったら潜水艦を10隻作った方がいいよね。あとは輸送船も作っておかなきゃいけない。1個だけか、作れるのきついな。で、航空機ですね。ここは96式の艦船ではなく救難式の、これを75作っていきます。で、あとはスパイですね。逮捕されちゃったマラッカ、セレベス、じゃあこの辺りに送り込んでおきましょう。で、技術開発、薄くしかもう入れられなくなってるんですが、どうしても早く欲しいところですね。電子、航空、通信、工業、この辺りは厚めに入れていきましょう。で、輸送船の配備なんですけど、マレーは、まあ、すでに配備済みですね。そうか、マレーとかに関しても今後、航空戦力は移動させてもいいかもしれないな。まあ、ちょっとそれはまた、マラッカ、抑えてから考えましょう。まずはマラッカですね。では、ターンを進めていきます。どうする？まずは突撃要員として、第8艦隊、これ潜水艦隊ですね。この潜水艦隊を突入させますか。その上で、勝破してるけど、双竜。さらに、火力は第2艦隊だけど、大破してるからな。まあ、第1艦隊を投入するかな。これでいきますか。敵の航空基地の場所がいまいち分かってないっていうのが、少し厳しいかな。雨が降ってますね、それと。なので、まずは偵察機を飛ばして、
場所を確認していきましょう。敵の航空基地の場所ですね。確かね、このシンガポールには間違いなくあったと思うんですよね。あとここにもあったと思うんですけど、もう一箇所の場所がちょっと覚えていないというところかな。まあもちろんここは絶対に敵の艦隊がいるはずなので、敵の艦隊と敵の航空基地と両方を叩かなきゃいけないっていうのが苦しいところですね。なので一刻も早く偵察機で敵の艦隊の場所と基地の場所を確実にしておきたいですね。雨が降ったまま午前中が終わりそうです。まあ、午前中が終わるのはいいんですけど、航空基地の場所だけでも確認しておきたいよな。今だと何も得るものがないまま時間だけが過ぎているなっていう感じがしちゃうんで、なんだかんだでお昼も過ぎましたね。了解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 。雨が止まないことにはちょっとなかなかね、艦隊の運動が取れないかな。南雲さんの飛竜が動けないのか。撤退します。南雲の飛竜を撤退させるっていうわけにはいかないからな。まあでもしょうがないですね、他の艦隊を動かすためには。で雨がちょっとなかなか止まないので、時間を進めるスピードを上げちゃいましょう。で雨が止んだので一旦時間を進むのを通常のスピードにして、で了解、飛ばしていきます、偵察機を。了解。で敵の偵察機に発見されましたね。発見されたので一旦離脱しましょう。高速離脱。敵艦も発見してる。敵艦も発見してるようであれば一旦味方の潜水艦部隊で戦わせましょう。うわー、しかも結構しっかりいるな、戦艦含めて。これ叩ければでかいな。でも
まあやっぱこのシンガポール付近に敵も主力艦を集めてましたね。ちょっと待ってくれ、敵艦がいるぞ。待ってくれ、こんなところでか。やられた、敵の奇襲だ。敵の奇襲に遭うとは思わなかった。完全にやられましたね。いやー、味方の損害だいぶ出ちゃったな。了解、了解。航空隊、航空隊発艦。本当に完全な奇襲でしたね。全く予想してなかった。まあ、ただ夜間のうちに空母を叩くっていうのはまあまあ普通に考えたら定石といえば定石だからな。ちょっと待ってくださいね。こうなってくるとだいぶ話変わってくるな。どうしてもこのターンで沈めきらないと、沈めきらないとというのは終えないときつい戦いになりますね。空母が残ってくれただけまだ良かったって考えるべきかな。敵の航空基地の場所がね、わからないんだよな。ここだったとは思うんですけどね。いずれにしてもそこまでたどり着くのが苦労しそうですね、この足の遅さでは。航空基地の場所もう一箇所は破壊しておきたい。重要拠点なので確実に3つはあるはずなので、飛行場が。まさかあんなところで敵の奇襲に遭うとは思わなかったな。完全に奇襲でしたね。適当にばらまいていくしかないかな。了解、了解。了解、了解。航空基地の場所1個発見してるね。なんとか破壊しきろう。飛行場1個破壊してるんで、もう1箇所必ずどっかにある。その場所を割り出したい。ここにあるな。
ここですね、敵の爆撃機が戻っていくんで、ここに確実にあります。なのでここに偵察機をまず飛ばしましょう。了解。であとは戦艦部隊、戦艦を集めてその場所に派遣していく。了解。確実にここにありますね。ちょっと間に合わないかな。もう場所は確実にここなんですよね。敵の爆撃機が戻っているんで。これはやっぱりあれだったかな、潜水艦部隊じゃなくて水上部隊を出すべきでしたかね。そこがちょっと悔やまれるポイントかな。まあ、時間的にちょっとタイムオーバーになりそうです。敵艦もだいぶ沈めましたけど、味方もだいぶ損害が出ちゃったかなっていうのがね、今回のここでの結果ですね。敵艦は軽巡1隻だけ取り逃しですね。味方の方は従順が1隻撃沈、他駆逐艦が 1,2,3,4,5,6 何隻かというところか。まあそれなりにダメージは出てますね。さて、ではマレーから再びどうしてもやっぱり出撃させなきゃいけないので、艦隊の再編を行いましょう。大破中破しているものは、一旦入れ替えていく必要があるので、まずは第3艦隊から小破している、いや小破は残そう、中破している赤城、これを下ろすしかないな。艦隊の再編を行います。第13艦隊ところに中破しているものを全部動かしていきましょう。ちょっと待ってね、マレー沖にいる艦隊を見つけていかなきゃいけないので、マレー沖にいる艦隊でいうと第2艦隊かな。第2艦隊の方に大破しているものを移していきます。で元気なものを第2艦隊へと移していきましょう。第1艦隊がだからもうボロボロかなって感じですね。勝破している長門は戦線に投入だな。勝破だったらちょっと戦ってもらわないと話にならないので、で第3艦隊もちょっと厳しいので、中破しているものは一旦入れていきましょう。こんなところかな。これで、再びですね、第1艦隊は置いておいて、第2艦隊の、どうする?伊勢に、提督、磯六を乗せていきましょう。赤城は今はね、動けないので。で、陸奥に乗っている高須さんも、日向に乗せ替えましょう。これでいいかな。で第一艦隊は一旦南シナに入ってドック入りさせましょう。で第二艦隊なんですが、第二艦隊は
戦艦長門、ここに機関機能を移していきます。いや、磯六さんの乗ってる伊勢だな、伊勢に移して、第三艦隊はこのまま行くしかないよね。第四艦隊はちょっと待ってね、第4艦隊にもうちょっと増強をかける必要があるな。第8艦隊に入っている潜水艦を乗せていきますか。もう潜水艦しかいないからね、しょうがないね。これでいきます。で、第1艦隊はドック入り、第2艦隊これを再びマラッカへ、第3艦隊これも再びマラッカへ、どうしてもマラッカは取りたい。で、第4艦隊もマラッカへと出していきます。で、その他の艦隊は一旦ステイだな。ステイさせておいて、忘れちゃいけないところだけやっていきましょう。まずスパイですね。まあ、もうマラッカからは撤退させられちゃいましたけど、マラッカと、あとは技術開発ですね。ここも薄く入れておきましょう。航空レベルは厚めに。で、お金も何もないんですが、航空機だけは作っておきます。例によって救難式の観光。いや、アルミもなくなってきたね、本当に。では、艦隊の方に戻って、艦載機搭載していきましょう。まあ、この回はね、まだまだ航空戦力がすり減ってるなっていう感じはしないんですけど、まあ、それでも多少やっぱり減ってはいるんで、そこに対して補充をかけていきます。じゃあこれでいきましょうというところなんですが、どうだろう、時間がだいぶ長くなってきてますかね。なので一旦さっきの奇襲で艦隊がだいぶ傷ついてしまったんですけども、再びシンガポール攻略に走っていきたいと思いますので、その様子は次回またお届けをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。